冬は温かい飲み物が恋しくなる季節ですね。寒い日の外ではもちろん、お家に帰ってきて温かい飲み物を飲むと、ほっと心まで温かくなりますよね。でも実は、温かい飲み物イコール体を温めるとは限らないということを知っていますか？温めて飲めば一時的に体を温めることはできても、結果として体を冷やしてしまう飲み物もあるのです。冷えは万病のもとと言いますから、できれば体を温める飲み物を飲みたいものです。今回は意外と知らない体を冷やす飲み物、そして体を温める飲み物をお伝えしていきたいと思います。体を冷やす飲み物。1. コーヒー。ホットコーヒーを飲むと温まって体温が上がりそうな感じもしますが、東洋医学の考え方ではコーヒーは陰性食品と言われており、体を冷やす飲み物だと認識されています。少量のコーヒーであれば血行を促進させて体を温めることができるのですが、コーヒーを飲みすぎると逆効果になります。これはコーヒーに含まれているカフェインに体を冷やす作用があるからであり、冷え性の人はコーヒーの飲みすぎに注意をする必要があります。また砂糖をたっぷりとコーヒーに入れると血糖値を急激に上昇させることになり、体は上がりすぎた血糖値を低下させるためにインスリンを放出します。インスリンを放出させて血糖値が低下することで体温も合わせて低下します。甘党で砂糖をコーヒーによく入れる人は、蜂蜜など他のもので代用をした方が良さそうです。そうは言ってもコーヒーが大好きだし、冷え性だけどコーヒーを飲みたいという場合には、ノンカフェインコーヒーやカフェインの入っていない代用コーヒーをおすすめします。 2. 緑茶。発酵させていないお茶類はタンニンという成分を含んでいます。これは日本茶の多くが当てはまり、煎茶や玉露などの緑茶には特に多く含まれています。タンニンは鉄とくっつきやすい性質があり、結びついたタンニン鉄は水に溶けにくく、腸での吸収がしにくいという特徴を持っています。そして鉄は全身に酸素を運ぶヘモグロビンの材料であり、ヘモグロビンが不足すると体の酸素が不足してしまいます。酸素が不足すると熱源である栄養分をエネルギーに変えることができず、体を温めることができなくなってしまうというわけなのです。ですので寒い日に緑茶を楽しむ場合は、食事中ではなく食事から30分は空けて飲むようにしましょう。しかし緑茶に含まれているカテキンには抗酸化作用や抗がん作用など様々な健康効果があると言われていますし、ビタミン B 群やビタミン C などの栄養も豊富ですので、適度に摂取するのは良いでしょう。もし体の冷えが気になる場合には梅干しを添えるといいと言われています。 3. 牛乳。ホットミルクと聞けばなんだかとても体が温まりそうなイメージがありますよね。しかし一般的に色が白いものは体を冷やすと言われています。カルシウムが豊富で睡眠を促す働きを持つ成分が含まれている牛乳は、安眠効果は期待できますが、それ自体に体を温める作用はありません。冷えが気になる場合には、牛乳はできるだけ控えた方がいいでしょう。もし飲みたい場合には、温めて生姜やココア、シナモンなど、体を温める効果があるものを合わせましょう。体を温めてくれる飲み物。1. 紅茶。紅茶はコーヒー同様カフェインも含むので体温を下げるのではと思われがちですが、製造過程で発酵しているため体温を上げる効果があると言われているのです。体温アップをさらに効果的にするには朝に飲むことがいいと言われています。代謝が上がり集中力もアップして糖質を分解してくれる働きもあるので、朝にはぴったりの飲み物なんです。さらに生姜を入れてジンジャーティーにすると体温を上げる効果が高くなります。カフェインが入っているので寝る前は飲むのを控えて、1日に 2,3 杯を目安に飲むといいでしょう。また紅茶は甘くないと飲めないという人は、
体を温めると言われる蜂蜜で甘みをつけるのがおすすめです。2. 白湯。白湯も冷え性対策にいい飲み物と言われています。お湯を沸かして体温よりも少し温度が高いくらいまで冷まして飲みます。白湯を飲むと胃腸の働きが活発になり代謝が上がると言われています。朝起きた時や毎食前に飲むことで消化の助けになりますし、朝は老廃物の排出にもつながるでしょう。また白湯を飲むと代謝が上がりダイエット効果が得られるほか、体温が上がることで免疫力もアップすると言われています。 3. ホットワイン。日本ではまだあまり馴染みが薄いと思いますが、赤ワインにオレンジやレモンなどの果物とシナモン、クローブ、カルダモンなどのスパイスを入れて、最後に黒砂糖や蜂蜜など甘みのあるものを加えて火にかけた飲み物です。火にかけるのでアルコール分が飛びますし、甘い飲み物なのでお酒が苦手な人にもおすすめです。体が温まるのはもちろんのこと、血流促進により免疫力の向上、内臓機能の活性化、リラックス効果により安眠効果も得られます。またワインに含まれるポリフェノールが病気や老化の原因になる要素の酸化を防いでくれます。夜の眠りにつく前に一杯飲むとリラックスできて安眠効果が期待できるとされています。 4. 麹の甘酒。甘酒は体全体が温まり、体温の保温効果も高い飲み物で、代謝を促進させ、体を温めてくれると言われています。とろみがあって胃に滞留する時間が長いので、温かさが持続しますし、腹持ちもいいので、就寝前など小腹が空いた時に飲むのもおすすめです。米麹の甘酒がおすすめである理由は、ブドウ糖やビタミン B 群などが豊富に含まれているので、疲労回復効果もあると言われているからです。麹酸により血流の巡りが良くなることで、肌にもいい影響があります。5. 梅干し用番茶。梅干し用番茶とは、番茶に梅干しを入れた飲み物です。梅干しには体を温める効果があると言われているため、冷え性の人にはおすすめの飲み物です。梅干しには解毒・殺菌作用もあると言われていますので、体の毒素や水分の排出に役立ちます。冷え性改善だけでなく健康効果も期待できる飲み物と言えるでしょう。いかがでしたか？飲み物だけでなく食べ物でもよく言われていることは、寒い地域で栽培され食べられているものは体を温める効果が高く、暑い地域で栽培され食べられているものは体を冷やす恐れがあるということです。体温を上げて冷え性改善を目指すなら、飲み物はしっかりと選ぶことがポイントになってきますね。また、飲み物や食べ物によって体を温めることも大切ですが、筋肉量を増やして熱を作りやすい体を目指すのもおすすめです。運動不足の人はぜひ運動による冷え性改善策も積極的に取り組んでみてください。内側からも外側からもしっかりと体を温めて、ポカポカ温活していきましょう。